皆さんこんにちは、マナルグルビジです。では今回は、源平合戦、源頼朝編、続きをプレイしていきたいと思います。鎌倉殿の13人の第2話、明日楽しみですね。第1話では千鶴丸が殺されてしまって、頼朝、大泉洋が激高するシーンが描かれていましたが、前回このゲームの中でも、その主犯、伊藤祐親討伐に、伊豆まで進行を行いました。まあ、ただ、伊豆にいた伊藤祐親は逃亡してしまったので、残念ながら打ち果たすことはできませんでした。今回はその続きになります。まずはですね、マップ確認しておくと、伊豆にいる頼朝のすぐそば、遠江まで兵士が迫ってきているので、まずはこのね、遠江まで進出を果たしていきたいと、いうふうに思っています。では内政と、あと軍の再編ですね。これを行っていきたいと思います。ではまず武将の再配置を行いました。鎌倉にいる武将なんですけども、ここがですね、いくつか配置替えを行っていて、主たる人物ご紹介をしておきたいと思います。まずは何と言っても、この、三浦義村ですね。この三浦義村はですね、佐藤 B 作演じる鎌倉殿の13人の一人、三浦義澄の息子で、劇中では山本浩二さんが演じてますよね。で、意外とね、この山本浩二さんって身長179センチ、まあ、ほぼ180センチですよね。あって長身なんですよね。そんな、三浦義村、これを鎌倉に入れています。地裁87、武力75、このあたりは使えますよね。しっかり使っていきたいと思います。続いてご紹介しておきたいのが、佐藤二朗さんが大河ドラマの中で演じている比企能員。でね、彼がね、かなり優秀なんですよね。有名こそ低いものの、地裁、武力、そして貴重な優雅が高いっていう、こういう武将になってます。なので、朝廷工作に早速使っていければいいのかなと思います。兵士勢が興福寺取りましたね。では、まずは先ほどご紹介した佐藤二朗さんが演じている、比企能員を早速方針に基づいて、朝廷のもとに派遣したいと思います。金がもうあんまりないんですけどね。地道に、朝廷に接近していきましょう。さすが比企能員だな。朝廷との交渉を任せられますね。では、内政を行って、伊豆の方に移します。三浦義村も優秀だな。本当に強い。このあたりちゃんと使っていけば、この兵士の世の中がひっくり返せますね。では、伊豆の方ですが、軍を編成します。まあ、武名の高い、武力の高いものを中心に行っていきましょう。そうか、三浦義村の父、義澄も強いですね。パラメータ、先に確認しましょうか。三浦義澄が思ったより強いので、これ、従軍させたいな。総戦も丸がついてますね。動員力が500っていうのは、この後さらに、官位を上げていってあげる必要はありそうです。では改めて軍を編成し直しましょう。頼朝の出陣はもう絶対必須な状況なので、頼朝は出陣させます。朝廷に近づいて官位をもらって、官職をもらい、その上で、動員兵数を増やしていかなきゃいけないっていうのがありますからね。今ここ兵数って出てるところあると思うんですけども、この兵数のところがそのまんま、
正規兵の動員数になるので、ここをね、しっかり見極めていく、上げていく必要があるっていうのは、まあ、心得ておく必要がありますね。では、これで出陣します。今回は時政、義時親子は、伊豆に在住させます。増兵は全軍を率いましょう。伊豆はね、敵に囲まれていないところなので、増兵を置いておく必要はないと。まあ、そういう、作戦です。で、伊豆の代官ですけども、ここはやっぱり時政、信頼できるので、時政に任せます。では、内政など一通り行っておきます。では、情勢も確認します。木曽義仲の軍がここまで進出してきてますね。尾張と遠江の国境まで進出してます。おそらくこの後尾張に攻撃を仕掛けるんじゃないかなと思いますので、そうなるとですね、頼朝軍が進攻するにあたって、木曽義仲の軍が邪魔になるっていうね、そういう状況も考えられますので注視しましょう。戦闘になりましたね、やっぱりね。そして木曽義仲軍が勝利してます。これで尾張を平らげたという状況なので、上洛軍がこの尾張を通過する際に木曽義仲軍と激突することになりそうです。では頼朝自ら軍を率いていますので、これ遠江に向けて出撃しましょう。お、清盛が死にそうですね。ではまず最強パラメーターを持っている一人、梶原の景時、これを捕虜にしていたので、なんとかですね配下に加えたいので歓待しておきましょう。金をじゃかじゃか使って景時の気持ちを頼朝のもとになびかせる、まあそういう戦略ですね。はい。ではですね、武将を大量に御家人として登用しました。まあ、このゲームは武将の数、それがイコール兵力に直結するので、武将をかき集めたという状況です。まあ、さらにですね、前回伊豆攻めを行った時に捕虜にした梶原の景時、これは中村獅童さんが大河ドラマの中で演じてるキャラクターなんですけども、この超優秀なキャラの回収に成功して配下に加えています。その他、いろいろとですね、武将をかき集めていく中で優秀な武将を引き入れていますので、そのいくつかですね、ご紹介をしていきたいと思います。でまず強い武力を持っている武将としては、この熊谷直実、武力95なんですね。武力95は相当強い部類に入ります。義経が97なので、まあそれに迫る能力を持っていると言っていいですね。そして知財、これがですね、平賀義信。彼が知財90を持っていて、これ頼朝に、あるいは時政に
迫る能力を持っています。こういう有名な、そして強い武将を何人か引き入れることに成功しています。では、この余生を買ってですね、そのまま、もう一つ兵力を上げる、まあ、その重要な官位、これを朝廷からもらいましょう。では、和田義盛派遣しましょう。金、そうだな。今回は、官位をもらいたいので。財政難ではありますけども、財か千を手土産に持たせましょう。なんか、早速、雰囲気が良くないだ。うわ、断られた。せっかくあげた、金が、朝廷関係が1下がるという最悪の結果になってしまいましたね。もうちょっとこの頼朝勢力、力をつけないとダメかな。では、外交で周りの、諸勢力に対しても金をばらまいて、遠江へと攻め込みます。では早速遠江へと軍を進めましょう。まあ、開放面も気になりますけどね。まずは遠江をしっかり取って、清盛亡き後、それを継いだ範盛がいる。福原を目指して進軍していきます。まずは遠江へ攻め込みましょう。軍勢がどうなってるかですね。敵方の軍勢です。まず布陣ですけども、どうだろうな。頼朝が2700っていうのは大きい動員兵力持ってますね。続いて千葉常胤ですね。まあ、常胤も武勇有名ともに強いので、かつ動員兵力1800を持っているっていうのは心強いですね。この二人中心に、三浦義澄、弁慶、そして義経と、ご覧のような配置そのままで進めていきたいと思います。まあ、義経と弁慶はもうちょっと前出してもいいかな。いや、中央突破作戦に切り替えよう。義経と弁慶を中心に一気に正面を突破して、敵の首を取ります。敵の大将、平維盛ですね。後ほど、パラメータは確認していきたいと思います。では、回戦です。維盛軍、バーサス、頼朝軍。まず、超一気で先駆け。これ、義経使って先駆けましょう。頼むぞ。まずは敵を討ち取ってきてくれ。敵の方が明らかに動員力高いですからね。よし。敵が出てきたな。絶好のチャンス。まあ、義経が負けるわけはないと思うので、ただ敵も強いですよね。武力90だからな。まあ、義経だからこそという戦いになりそうですね。撃破しましたね。これ単純に武力の差がそのまま直結するのかな。敵の一体を撃破できたのは本当にでかいな。これでどうだろう？ようやく五分と五分ぐらいに持ち込めたのかな。さあ、では敵の情報を確認します。維盛。武力51。まあ、そこそこという感じかな。まあ、一番強力な武将は撃破できたので大きかったですね。
まあただ敵は全部兵士の血族なのか動員力が高いので、まあこれ中央突破戦法でどう撃破できるかですね。さあでは乱戦状態に入りました。まあ溶けていくのは増兵ですね。増兵が溶けていった後、まあいかにして正規兵を使って敵に食い込めるかというところだと思うので、早い段階で義経、頼朝なんかを突入させていきましょう。常胤も突入です。これどうしても勝ちたいな。うん、吉住が捕らえられた。佐藤 B 作さんが捕らえられてしまいましたね。さあこれでコレモリの増兵がいなくなったので、一気にコレモリ目指して突入しましょう。弁慶義経が圧倒的な力を持ってくれてるので、このまま一気にいけそうですね。まあ義澄は生け捕りにされましたけども、これ合戦に勝ったら取り返せるのかな。弁慶も捕らえられてしまった。ただコレモリを生け捕りにしています。まあ、義経の功績、とんでもないもんありますね。これで遠江を制圧。拠点にいた奴らも全員捕獲することができました。さあ、これもりですけども、一旦牢に繋いでおきましょう。はい。無事に捕らえられていた三浦義澄と弁慶も復帰してくれてますね。まあ、本当に、義経が、まずは、遠江で、一気がけで敵の将を撃破。その後は総力戦で、兵士を打ち破れたのは大きかったですね。では、今回はここまでにさせていただいて、次回以降はですね、もうちょっとサクサクと進めていきたいと思います。まあ、状況としてはですね、まずは木曽義仲の軍勢が尾張から伊勢へと進行してます。こういう感じですね。今、木曽義仲の主力は伊勢に入っています。で、平の宗盛軍が降伏して、これを迎え撃つ構えですね。京都には時忠軍も入っています。まあ、我々の今後の動きですけども、こうなってくると、まあ、甲斐、尾張、まあ、どちらかへの進軍、もしくはですね、なかなかこちらになびいてこない、上野の、新田勢を撃破する。あるいは、陸奥へ進行して佐竹軍を撃破する。こういうね、動きも、考えておきたいかなと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。